そろそろ来る頃だと思ってたんだ。はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンダでございます。それでは続きからやっていきましょう。6万エグゼ、さあ行こう行こう。6万行くよ。前回が、どこ行っていいかわかんねえって言ってたんですけど、わかりました。このここにトランスミッションして、いやもうね、走り回りましたよ。でここでちょっとね、動画見直したんですよ、自分のね。ごめん、これザコ戦はロックバスター解除してるんでいいです。でガッツマンと剣を戦わないかん多いんで、動画見返したらね、なんかメールちゃんちのうんたらかんたらだったんで、でさ、メールちゃんちをね徹底的に探しまくってたら、プラグインできるっていうのを思いっきり見逃してたんで、私。これですね、リカバリー 50L がいるんで、これでね、常にメールちゃんちにも行けるようになったんで、メールちゃんちね、メールちゃんちのインターネットに入れるようになったんで、とりあえずまあ、メールか。誰からメールっつってもどうせ。デカを、俺様のガッツマンと勝負だ。今度こそ白黒はっきりつけようぜ。ガッツマンと再戦、デカオってどこおるんやったっけ。こうやってデカオンチ。あ、ここやね、デカオンチ。ちょっとね、どうしよっか。なんかデカオってやるときいつも私さ、フォルテを呼びたくなっちゃうんやけど、呼んでいいかな。いいよね、呼んでも。デカオだし。だってデカオだし、フォルテ呼んでもいいよね。ハイキャノンと入れ替えよう。デカオ。お、それはリカバリー 50L! どうだ、そいつをくれたら俺様へのリンクアクセス権をかけて勝負しやってもいいぜ。やだ。わかって、やるよ。今日こそ決着つけてやるぜ。行くぜ、6万。おいで。おいで、フォルテ。おいで、フォルテじゃないんやけど。アンガット。あ、しまった。待ってね。オーズじゃなくて、はい、オフですね。ちょっとオンにしてさ、どんぐらいの威力火力は見てもいい？え？なんかごめん。なんかごめん。ガッツマンごめん。デカオごめん。なんか。いや、上がったからさ、150かそこらだなって思って、200ポンで飛んじゃった。ごめん。どうしただろう、いつもと様子が違うよ。あたしらがね、フォルテとね、ロックバスターマックスダメージでね、ボコボコにしたからだよ。ごめん、デカオ。大丈夫かな？まさかショックで。またなんだかんだ言って結局リンクを貼らせてくれないつもりなんじゃないか。てかおごめんね。勝負の余韻に浸ってるだけなんだよ。第一俺はこんなケチな男じゃねえ。ごめんな。ほらってロングマスターマックスダメージダメだね。ほんと、ちょっと、ボス戦はほんまにやめよう。お前には負けた約束通りリンクを貼らせてやら。これも運命ってやつだぜ。ごめんな。ごめんな。助かるぜ、デカオ。と、これを使え。ガッツマンだ、ありがとう。デカオくんっていい人だったんだね。許してくれるんだね、フォルテとロックバスターマックスダメージで。デカオ、ありがとうな。ごめんな、デカオ、ほんまに。悪かった。やっぱダメだ、フォルテ。いや、フォルテはありかもしれんけど。フォルテは最終手段にしようぜ。ガッツマンは40ダメやって。まあ、200ダメポンで飛ぶんが怖いだけでさ。でも G ってないよね。だからコンボは繋がらんのやね。フォルテどうしようか。ちょっとやめよう。やっぱ禁止カードにしよう。ガッツマン相手にしよう。ガッツマン相手の時だけにしよう。イメージブームでもいいんやけど、何してたっけ？キャノンじゃなくて、ハイメガキャノンだったっけ？
はい、あった、はい、磨けの。はい、磨けのにしとこう。セーブするね。ごめんね、ガッツマン。ガッツマンごめんな。まだ開始5分なんやけどな。あ、ごめんなさい。車に引かれかけました、今。で、これでインターネットすればいいの？ママ。ママ、インターネットするよ。インターネットじゃあ行こうか。プラグイン、ロックマンエグゼ、トランスミッション。でもあのホビー持ってる子おらんかったな、私が小学生時代。なんかさ、あの、ネット君たちが持ってる端末、ペットか。ペットのデラックスガング持ってる子おらんかったな、こっちじゃないんかな。適当に来ちゃったけど。適当に来ちゃったけど違うんかな。まあ爆速でね、枯れるからいいんやけど。あ、ごめん、こっちやねって。あれ、下何やったっけ？え、下のリンクってどこに行けるんだっけ？全然覚えてねえな。それはお金はありがとう。お金は助かる、普通に。ここは？あ、メールちゃんちか。あ、で、ここにこれ。メールのピアノをお気に入り登録した一軒先が自由になった。なんか変態チックやね。あ、リカバリー 50L、マイカジに入るな。それはでけえな。つか、待ってね。ごめんね、チップ、毎回開いちゃって。L だから、リカバリー10をリカバリー50に変えちゃおう。ね、それはだいぶでかいよ。50回復は相当でかい。正直。え、何の話してたっけ？ネット君やっぱ変態っていう話か。メールちゃんちのピアノをさ、お気に入り登録ってなんか嫌だな。まあ普通に雑魚は借りましょう、利用で。ごめんね、なんか今日すげえむせる。むせちゃう、ごめんね。結構結構言ってるけど、全然元気だよ、大丈夫だよ。これ何だったっけ？ショットガンか、ああ、敵か。メニュー開きたかったんだけどな。ショットガン、ショットガン使ってるよね。結構使ってるよね、ショットガン。食塩、ここ調べたいんでしょ？でもどうせ。あと、行けるとこ、デカオのリンクか。あっち行けないよね。行き止まりだったと思う。ヤイトちゃんちは別に今回はいかんでいいんだよね。今回はヤイトちゃんちは関係ないよね。今お金どんぐらいあるんだろう。ショップ、久しぶり。メモリアップできるけどどうする？ライフメモリ買っとこうか。あ、ごめん、ロックマンで。配信メモリはボルテだけやし。まあ、ライフ上がるんがね、やっぱりね、私結構被弾が多いからさ、どうしても。下手なんだろうね、きっと。きっと下手なんだけど。いや、まあ、結構回復系のチップは増えてきたよね。ロールちゃんがね、ロールちゃんが結構有能な気配がする。これは？あ、違う。こっちやねえんだ。え、デカオの、あれ、デカオのやつどこなんだろう。端末のアドレスわかんないって出る。あ、ここか、デカオのリンクだ。メトロラインの保安プログラムがバグってる原因を調べに行ってくれって、こっからデカオ、ここから行ける。ここ上の方に行って、ぐねぐねっと行くと、上の方ね。大きいやつがいましたよって。坂を降りて最初の曲がり角は下の方へ行くのです。これが下の方ってこと。なんかヘリー組んでんね、これ。すごいね。なんかデカボツがおる。デカいのがおる。なんだあいつ。とりあえずやるな。ありがとう、ロックバスター。助かるぜ。こっちじゃねえ、こっちじゃねえよ。フレームタワーじゃなくてな。上の方行きゃいいんでしょ？上の方、あれか。あ、強そう。強そう、こなみかんだけど、120も体力あるやん、もう。え、じゃあ、これで解禁してもいいんかな？
よこれで解禁、これで解禁したらでもボス戦がぬるくなりそうな気配がするけんな。それ嫌だな。ってことで封印してるんやけど。雑魚戦は全然いいんだけどね。雑魚戦は全然構わないよ。お顔しが大事。雑魚戦はどうせロックバスターで蹴散らすだけやけん。ええんだけど、まあ、初見なんでね、堪忍してください、ね、ニグダルンは。あ、強そう。なんか強そうなのいっぱい出てくるけど、体力90やったらもう私の方が勝てるよ。でもバスターの威力とかにお金使った方がいいんかな、わからんな。こっちはやべ、今どこ走ってんのかわかんねえ。今どこ進んでんのこれ、超適当に走ってるんだけど。わからん。ハイキャノン。ハイキャノンが、でもハイキャノンでも一発で倒せんくなってきてるんだね。でかいのがおるって、どこにでかいのおる、全然デカブツいねえじゃん。わからん。とりあえず拾おう。400ゼニーはありがたい。お金助かる、超。うちはサロマのリンク。サロマって誰？サロマって誰やろ？知らんな。ごめんな。ナンバーマンが、ナンバーマンは好きなんけど、ナンバーマン以外ほとんど知らんけんさ。え、なんか後半、アニメの、アニメはさ、実際さ、私さ、最初の初代、悪魔エグゼは見よったはずなのに、ナンバーマン以外ほとんど覚えてない。なんでかナンバーマンしか覚えてないんだよね。いや、まあまあまあ。だからこそ楽しむんやけどさ、こういう、初見をさ。え、でもビーストとかあの辺はね、漫画で結構読んでたよ。漫画でね。あくまで漫画でなんだけど。でもめちゃめちゃ迷ってんね、いつもながら。上の方行ってもこれ何？ロングソードやって。あれ？ロングソードな？私ロングソード持ってなかったっけ？ワイドソードあった。え、なんかさ、ソードとロングソードとワイドソードでさ、なんたらソードになるんじゃなかったっけ？違ったっけ？なんかそういう、つよつよコンボみたいなのがなるんじゃなかったっけ？違うんかな？わかんねえ。そんなんじゃなかったっけ？なんかネット君がそんなプログラム刺しまくってたんは覚えてるんやけど、ソード系3つ刺してたんは覚えてるんやけど。あと覚えてないわ。ごめんな。ごめんな、ネット君。曖昧な知識でごめんな。セキュルートっぽいね。お前は誰？お前は何？邪魔するな。喋れ、ちゃんと。そこで何をやっている？ゴーゴーゴーガー！メトロラインの保安プログラムを岩で塞いでいる。岩で塞げるもんな。あ、ほんま、岩あるわ、奥に。メトロラインが開通しないように、合否と文字でそれだけ表せたらすごいな。なんでそんなことをする？ゴー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 や。ネットワーク支配計画なの、お前、ワールド3、またワールド3か。とにかくその岩を土下させてもらう。もう、ストーンマン邪魔するプログラムはデリートする命令を受けている。ゴーだけでほんまにそれを表現できているんですか？デリートされるのはそっちだ。テント君、通じ、言葉が通じ合ってるうちにね、ロックマン言うのやぞ。行くぜ、ロックマン！バトルオペレーションセット！イン！行くぜ。行くぜの前にな。ロックバスターを振っとくね。セーブしてない！セーブしてない！どうしよう！どうしよう、セーブしてない。しまった。追加。追加、600もある !600 もある！やばい、どうしよう。ね、今邪魔！今邪魔！え、壊れない！ごめん、壊れない、あの岩。え、めちゃめちゃ壊れへんねんけど、どうしようかなぁ。とりあえず、キャノン、キャノンにして。キャノン！もう一発キャノン！危ない、危ない。怖いねー、怖いねー。これ、壊せないの？あ、壊せるわ。壊せる、壊せる。ごめん。あ、怖い。もう一回データチップ増やして、ネット君頼むわ。壊せるわ、ごめん。え、なんで壊せる？痛い！ごめんなさい！ごめんなさい、壊せません。なんかわかんねえな。壊せてもなんかすぐあれやね。ロールちゃん使っとくか。ロールちゃん使っとこう。
頼ます、ロールハン。裁縫ジオ、裁縫ジオは違うけど。ごめんね。裁縫ジオはティオやね。ティオうぬうぬ反応が間に合いません。私の心の力が足りません。チップデートもどうしよう。もう一枚もらおうか。もう一枚もらっても、まあ、順調に戦えてはいるけど、なんや、お前、痛いなんですか、それ。壊せなかったです。ごめんなさい。回復ください。あと L ってある。L ある ?L は、なかった。じゃ回復しましょう。ごめんなさい。ごめんなさい。強かったです。すごく。ごめんなさい。でも、あれ、なんか適当に出るんよね。適当に出るんだったら全然いけるくない?半分だね。半分いったよ。で、追加データちょうだい、ネット君。Thank you。あれ、あと、あれぐらいでいけるくない?あいつ腕取れるんやね。腕取れて腕が攻めてきてるんやね。へぇ、かっけえじゃん。やるじゃん。あ、また岩か。ほい。ソード系で行ってみたいから、あるんかな、そういう。なんかアドバンスのなんたらかんたらみたいなさ、感じじゃなかった。アドバンスジェネレーションじゃなくてさ。アドバンスジェネレーションは別物やね。ソード、ロングソード、ワイドソードだったはずなんやけど、ないね。足りないね。足りなかったね。ごめんね。どうしよう。キャノンでもいいけど、クロスガンよりキャノンとキャノンだよね。こうなったら。もうないよね。アクビーは。じゃあ行こうか。そうか。キャノン!一発キャノン!なんで当たりに行った今。ごめん、当たりに行きました。ごめんなさい。あ、当たりに行きました。ごめんなさい。回復したかったな。回復ないな。回復がないです。今、当たりに行きました。当たりに行ってますね、今。そして、なんで当たりに行ってる?当たってない時に、回復が欲しいんだけど。そして、ロングソードってでもレンジ1だろう、多分。あいつ一番奥にいるもんね。まあ、被弾は2回できるから2回ってなんや。2回できるから、あれ思ったよりストーンマン弱えな。思ったより弱えぞ、あいつ。ソード、ロングソードやりてえな。もうちょっと耐えてみるか。被弾は2回できるし、あと20発で終わるけど。ああ、痛いです。なんで当たりに行ったんですか、今。あ、ごめん、倒しちゃった、ごめん。ごめん、倒しちゃった。あ、でも2000ゴールドありがとう。ネット君、やったよ。やったね。なんか、あっけなく終わったね。よかった。うん、じゃあ、保安プログラムの方を頼む。任せて。今、ロックマスターってやっぱ言うの?これでメトロライン開通するはずだよ。早く、強化プログラムもらいに行こうよ。オッケー。オッキュー。センキュー。ラグアウトして。ラグアウトするね。オッキュー、センキュー、ロッキュー。セーブする。よし、じゃあ、まだ行くね。まだ続けるね。ママ、じゃあ、お父さんに会いに行くね。どうしたの?何度も出たり入ったりしてごめん。そうだよね。不安になるよね。息子が帰ってきたり、出て行ったり繰り返したら不安になるよね。ごめんね。ごめんね。お母さん心配させちゃった。悪い子な、私。どう?解除した?治ったってやったじゃん。ねえ、よかったね。こちらに行きたいところまで切符を買ってください。環境外に行こうよ。小学生まで無料やって、やったぜ。小学生って最高。無料はでかいね。あ、もう着いた。そういうエフェクト、てか、社会見学会、はい、一応そうです。だろうな、ここはオフィス街だから子供はあんまり来ないもんな。わからんやん。子供社長かもしれんやん。ってことをね。トライダー G7 みたいな感じかもしれんやん。俺は社長で小学生かもしれんやん。館長外。あ、なんか科学者みたいな。ほら、ロソード、ワイドソード、ロングソードの同じ系統のバトルチップやけんさ。
あ、違う。同じ系統のバトルチップってだけやった。湖が見えるかしら、いいよ。子供は素直に見える。はい。大きなパイプ？あ、水道局ね。はい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 。どこここ。マップデータが入んないんだけど。あ、これ一応湖なん。で、これパイプなの。てか、アイスマンってさ、イグゼ1で出るん？今ふって思ったけどさ、アイスマンは知ってるんだけどさ。あ、この弁当屋の姉ちゃん、アニメで見たことある、名前忘れた。この子見たことある、自然食のお弁当食べませんか？食べたい。いる、いる、いる。どうぞ、くれるん。お弁当食べた。栄養たっぷりで美味しかった。ふふ、あなたとは気が合いそうです。よかったね。サロマやって、サロマのなんたらって見たね。おい、おい、女性との関係持ちすぎやろ、ネット君。インターネットを通じて自然保護活動をしています。雨のトレーニングのためネットバトル申し込む前にちょっとちょっと待ってな。お、ポルテ呼ぶ。ポルテ、おいで。そのすぐポルテ呼ぶの良くないかもしれんけど、ポルテ呼びたくなるから、ポルテおいで。ちょっと一番ポルテ常に入れとってもいいかもね。使うかどうかはさて。うわ、ウッドマンだ、ウッドマン。ウッドマン、ロックバスター私解禁したっけ？解禁しないよね。解禁しない。2ダメージになってる。いってー、ウッドマン強え、やっぱり。いってー、なんか当たりに行ってる、私。当たりに行ってる。ごめん、ポーズしちゃった。ごめん、間違えた。ね、回復するね。ごめん、ショットガン3枚でもいいんだけど、とりあえず回復するね。ごめんね。仕切り直しといこうやないか。二ダメージやったら、でも全然、痛ー！移動できんかった。ごめん。なにその技。ちょっと待って。なんでそんなひどいことすんの？なんでそんなひどいことできんの？とりあえずショットガン。ショットガン2枚だ。焦る。普通に焦る。普通にピンチなんやけど。普通にピンチやけど。これが連チャンで来るやつやね。どうしようかな。ちょっと、ロールちゃん早く来てくれ。ロールちゃんがポルテ来て、早く。あー、これがわからんです。これがわからんです。ウッドマン、常に普通に。あ、いいえ、落ちてた、ごめん。再生しようよ。いけるいける。もう慣れた、もうわかった。呼ぶよ。ごめん、ちょっと使わして。ハンデ。ハンデって、なんか言ったよ。ごめん。ちょっとポルテを使わして、こういう時は。ボス戦、本物さ、ストーリーボス戦は使わんからさ、痛いです。ごめんなさい、使ってもこれなんです。使えはなんでですか？なんで当たりに行ったんですか？私今。エスケープはダメ。あ、ちぎくん、タイミングわかる。タイミング読めてない。タイミング読めてない。なんでやろう、タイミング読めてない。ポルテ使って負けました。はい、すいません。もう一回やらせてください。お願いします。ウッドマンと戦いたいんです。ウッドマンと戦わせてください。エリアスチールください。エリアスチールだ、ロックマン。あいつの行動範囲を狭めるしかねえ。そしてこちらの行動範囲を広げるしかねえ。あ、動かなければどうということ、当たらなければどうということはない。いやー、当たりに行きました。嘘です。なんで当たりに行ったんですか。回復して、ロックマン。ロックマンごめん。回復して。仕切り直しといこうやないか。あー、当たりに行きましたね。なんでですか。ちょいちょい当たりに行くのダメです。見てるのに反応が遅れます。これがよくわかる。これがよくわかる。あれはどうかわせばいいんや。これよくわからん。ミニボム使うな。ミニボム当たるっけ？届かんねえ、やっぱこれ。レンジが届かんよね。見てからじゃ遅い。見てからじゃ遅いのか。回復がない。回復がないです。あ、私ミスったな、今。最悪。これ時期狙いでいいのかな？回ればいいのか。わかった。回復ないんですけど、なんでですか？ロールちゃん来てくれないんですけど、急に。もう10じゃダメだな。10じゃ追いつかなくなってきたな。おっと、危ね。じゃ、余計に専念したかったな。ロックバスター解禁する？解禁はしないよ。
いやー、戦いたい。ウッドマンに勝ちたいんです。ウッドマンに勝たせてください。回復だけ持っとっていい。ひよってるわけじゃないんだけど、回復だけ持たしとってもらっていいかな。一応ね、ちょっとね、ちょっと、もう使うね。使うね。使うの早いかもしれないけど、使うね。エリアスチールちょっと欲しい。エリアスチール欲しい。あー、違うんです。上に受け、いやーです。いやー、危ない。回復来てないんだけど、ろくな回復来てない。ちょっと待って、強い、普通に、ウッドマン。あ、痛い、めっちゃ食らった、今。ウッドマン、強いよ。サロマさんのウッドマン強え。ウッドマン強えよ。開幕キャノン、キャノンして、当たりに行って、追ってしまったね、今。見てよける。見てよける。大事ね。もう負けたくない。もういい加減集大さらしたよ。くそ。あー、しまった。あー、なんで下がった今。なんか、よくわからん行動してるね。痛いです、今のは。ちょっとダメージ受けすぎやばい。どうしよう。10じゃ意味ない。10やったらどの道ワンパン圏内入っちゃってるから。キャノン撃つね。あー、ダメです。そこはやばい。ネットバトルめっちゃ何戦目やこれ。サロマさん、ごめんね、付き合わせちゃって。リカバリーしといて。リカバリー50にしといてね。避ける。光ったところから外れる。いい感じ。いやー、それは違うけど、まあ回復しとこう。回復ね、回復かつ、止める。リカバリー30にしとく。いや、まだいけるはず。かわせるね。オッケーオッケー、いい感じ。いやーん、かわせなかったです。見てたんです。見て、それなんです。基本、痛いです。なんで当たってたんですか、今。ポルテ、ロールちゃんでもいいんだけど、ロールちゃんの方がいいな、個人的には。来て、ポルテ、すぐ来て。ポルテ使ってこれないけど、私。やばいね。あ、よけれたね。いい子だね、私。あ、最高だね。でも、距離詰めてきとるから、ソード系は使う。3連打は効いてない。3連打は効いてない。ちょっと回復。30回復でもすごい。大事。30回復は大事。大事ですからね、こういう。小さなことの詰め。なんか木生えた。何これ。これ何？リンゴあるけど、リンゴ何ある？あ、つかみ、お前卑怯だろ。卑怯者。卑怯者には制裁を加えたいんだが。回復が効いてないよ、ちょっとさ。ちょっとラスト一戦行かして。てか、ええ加減あれやんね。ストーリー進めなはれって話だね。これストーリーなのかな。その割には異様な強さ誇ってるけど。いや、強いというか私が弱いだけか。私が弱いだけかもしれない。ごめんね。あ、ロールちゃん来てくれたから、ちょっとロールちゃん保持しとこう。ちょっとま、保持しとこうぜ。あ、当たりに行ったら何でですか。ロールちゃん来たらもうちょっと、あ、使おう。使う。ロールちゃんちょっとお願い。ちょっと防護しといて。ありがとう。回復30か。30ないな。あんまり回復せんない。あー、当たりに行った。なんで当たりに行った今。なんで当たりに行ったんだろう。ごめんな、なんか、ネットバトル苦手かもしれん、私。なんでストーンマンの時あんなにしっかり行けたのに。ストーンマンの時行けたよね、私。いやー、倒せれてないよ、今。あ、怖い。残念だわ。だから聞いてないって、もう助けて。やばい。ちょっと使っていい？ごめんね。2発だから200ダメージだ、1発。2発だ。
ストンプ環境破壊やってごめんね、ウッドマン、ウッドマン、ごめん、なんか罪悪感が。負けちゃいましたね。あなたならこれ渡してもいいですね。ソロモのリンクだ、ありがとう。インターネット入ってこれるって、アーマー売ってるネット商人などもいるで、一度、アーマー欲しい、アーマーすごく欲しいです。パパ、助けて、パパ、早く、強化プログラム。パパ、どこだよ。あいつ、どこだ、パパ。パパ、どこいや、まあ、時間もいい感じなんで、今回はね、ちょっとここで終わりたいと思います。ウッドマン、時間使いすぎたね。あー、ロックバスター解禁してしまった。すまない。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。レベルが足りんのかな？わかんねえ、もう。